辰巳ダムは、石川県金沢市、二級河川、西川本流中流部に建設されたダムである。石川県が施行を行う県営ダムで、高さ51.0メートルの重力式、コンクリートダム。1975年より計画が進められているが、当初は、上水道目的などを有する多目的ダムとして、計画されていた。だがその後の水需要の変化などにより計画が、 縮小され、現在は、洪水調節目的に特化した穴開きダムとして、国庫の補助を受けて建設が進められている、補助地水ダムである。このダム計画は、歴史的建造物である、辰巳用水取水口が水没するなど環境、文化面で、日本の長期化、ダム事業の一つである。建設時建設予定地付近の、辰巳用水東和取水口は、 ダム建設により水没の恐れがあり、また環境保全の面から周辺住民の一部や市民運動家が反対活動を行っている。これに対し県は当初の計画から右岸側を150メートル上流に移動し、東岩主水口を保存する計画案を提示したが反対派住民の同意を得ることはできなかった。そこで県は2007年1月北陸地方整備局に 土地収容法に基づくダム建設の事業認定を申請し、同年11月に認定されたため土地収容法に基づいて建設予定地で未収容の土地を強制収容する方針を表明した。これに対して反対派は北陸地方整備局を相手に事業認定の取り消しを求めて訴訟を起こした。西川ではおおむね100年に1回程度発生する規模の 降雨による洪水の際には、西川中、下流域の流下能力が不足しており、金沢市街地が氾濫する。これを防ぐため、中下流部では川床を掘り下げたり、川幅を広げる等の整備を行い、上流部では既存の西川ダムと内川ダム、新設する辰見ダムを含めた3ダムによって洪水時の水位を低下させ、金沢市街地の洪水被害を防ぐことができる。 タツミダムはおおよそ100年に一度発生する規模の洪水を対象に計画され、石川県はその予想洪水量を西側大橋地点で毎秒1750立方メートルとしている。しかし20世紀の過去100年間に発生した最大規模の洪水は毎秒930立方メートルで流量記録の解析等からも洪水が発生した場合の規模は最大で 毎秒900立方メートル前後との結果が出ている。河川砂防技術基準では、これだけの誤差がある場合、なぜ違うのかということを明らかにし、別の方法でもやるように言っている。しかし、石川県は、検証など、一切行っていない。1961年に発生した第二室戸台風による、 金沢市片町の浸水被害が、辰巳ダム建設の直接的な動機となっているが、西川ダムや稼働掘削などの事業で本質的に解決している。ちなみに、第2室戸台風発生時の西川流域の洪水量は、県の調査で毎秒700立方メートルである。さらには1974年に内川ダムが完成しており、西川大橋地点で、 毎秒1600立方メートル規模の洪水に対応が可能である。仮に、石川県の算出した毎秒1750立方メートルという洪水量を前提としても、より安価な代替案はいくつか考えられ、例えば、西川大橋付近の高水式の一部を削除することで川の断面積を拡大すれば、数十億円で実現でき、非常に安価で対応できる。 浅野川の天神橋地点の対応量は毎秒710立方メートルであり、現時点で西川は石川の田の川に比べ安全度が格段に高い川である。治水対策にダムが必要ならば、まず先に浅野川など西川以外の河川を見直すべきである。過大な計算で行った西川の解析を基準にしてしまうと、浅野川など他の川の基準がめちゃくちゃになってしまうのは、 明白である。下記には、西川中流において、毎年のように河川水が枯渇する現象が発生し、魚類の生息や水質、景観等に影響が出ており、河川維持流量の確保が必要。このため、魚類の産卵や、動植物の生育、生息等を考慮した河川維持流量を確保し、市街地を流れる用水は、農業用の灌漑用水としてだけでなく、 環境用水として市民の生活に密接に関連しており、年間を通じて適正な流量を確保する。石川県は、西川に起こるおよそ10年に1回の渇水のために河川維持流量の確保が必要としている。西川上流には西川ダムと内川ダムが存在しているが、2つ合わせて909万立方メートルのダム、貯水量のうち約半分しか利用されていない。 この一部を活用すれば、滑水は即時に解決できる。西川危険箇所の整備より優先されるダム事業、石川県は河川整備として、辰見ダム事業を優先して進めてきたが、河川法で義務付けられている河川内町を整備していないという状況が数十年にわたって続いていた。真に対策が必要な、倉月用水石上流部や JR 鉄橋付近といった危険地帯も、 反対派から指摘されるまで、全く把握しておらず、防災の計画にも入っていなかった。辰見ダムは、西川大橋地点の洪水量を基本としているが、西川の地水上最大のネックは、倉月用水石から雪見橋区間である。県の資産でもこの区間の流下能力は、当時500立方メートル、秒でありしかも、右岸、城南一丁目川の堤防は老朽化していた。 昭和47年作成された、西川河川改修工事全体計画書では、辰巳ダム計画も想定し、同時に、辰巳ダム築造不能のケースとして、詳細な図面も作られていた。この計画は昭和48年度から昭和55年度で、終了し、安全な西川になっていたはずだった。しかし不思議なことに、昭和53年度で計画は打ち切られ、 昭和54から55年度に行われるはずだった、倉付き用水石大桑橋の整備は放置されることになった。反対派に指摘され、2007年になり、約30年ぶりに、ようやく改良工事が実施された。世界遺産登録活動への影響災害は、水系流域委員会、辰巳ダムデザイン検討委員会で東岩主水口の文化的価値を損なわないように配慮して、 計画を行っている。ダム推進派だけで行われるダム審議辰巳ダムを審議する会議として、西川水系河川整備検討委員会、西川水系流域委員会、西川水系流域住民川づくり懇談会などがあったが、そういった場に反対派市民を一人も参加させずに、そこが認めたから、辰巳ダム事業が妥当、だとは言えない。金沢城、剣道園、タツミ水、 また、金沢市全域を世界遺産への登録を目指す、活動を、金沢市を中心に行っている。しかし、辰巳ダムが完成されれば、辰巳用水東和水口が、辰巳ダムの構造物に覆われる状態になり、ダムの水が、県六園に流れ込むことになる。そうなれば、世界遺産登録が困難になる可能性がある。地域住民を無視した反対活動と地提供者を中心に、 西川流域の洪水被害の当事者は、地元上達み、総合谷町の住民ではない反対派団体が、地元住民がろくに見たこともない鳥に振り回され、買収漏れの土地を探し出し、トラスト運動を拡大して、ダム建設に反対し、一方で、遅延活動もいて、ダム建設の妨害を図っていると主張。そもそも洪水被害は、1965年の、 西川ダム完成以前の話である。洪水対策は、西川ダムや、稼働屈作などの事業で、本質的に解決している。公共事業評価監視委員会での欧州1999年、石川県と反対派団体による意見交換が7度にわたって行われ、県が資料を、関係機関に提出する場合には必ず反対派にも、提出する、要合意形成された。県は、 公共事業評価監視委員会に作成した資料を提出した際、反対派団体への提出は行わなかった。反対派団体は委員会においてその資料に関する意見陳述ができず、ダム事業の継続を課とする再評価の結果が出ることとなったと反発した。辰見ダム計画への理解を得ることが意見交換会の真の目的であれば、この資料は意見交換会の場にこそ出し、 タツダムの治水計画の妥当性を市民グループに説明するべきだった。評価監視委員会の議論は公開で行われたが、意見の取りまとめに関しては、県担当者、反対派団体、報道陣の退席を求め、委員と委員会事務局職員による非公開で行われた。反対派団体は、反対派、マスコミを締め出したとして反発している。評価監視委員会の結論は、 西川流域全体の総合的な検知から、治水、離水の検討を行う。環境対策について、水質保全、貴重生物を確認した場合、その保全に努める。辰巳用水は、できるだけ、復元や移設等に努め、やむを得ない区間は、今後の調査研究資料を保管する。委員会の結論を実施するにあたって、学者等の意見を反映させる。事業全般について、 県民の理解を得る、要最大限努力をする。との意見がついており、必ずしも事業者の意思が反映した結論ではなく、反対派の主張が反映されている、と述べている。公文書の隠蔽疑惑石川県が、辰巳ダム計画との整合性があると主張する、西川ダムの治水計画を検討するため、反対派は、1999年10月30日、 県情報公開条例に従い、西川ダムについての永久保存文書公開を求める公文書公開請求書。これに対して公文書不存在通知が届き、これらの永久保存文書が紛失されていることが明らかとなった。この公文書は1ヶ月以上見つからず、このことはマスコミも取り上げた。しかし、マスコミに大きく取り上げられたその日の午後、公文書は発見された。 内川ダムの同様の文書の文書についても発見しておきながら、公文書不存在決定を取り消さず、発見を請求者に知らせず隠していたことが後に判明した。また、市民団体に知らせず、作成、公共事業評価監視委員会に提出された文書を反対派が情報公開条例に基づいて入手したところ、執筆者の所属、氏名等が非公開とされ、 黒塗りされていた。これに対し石川県河川開発課は反対派の批判を恐れて名前を非公開にしたと説明。談合疑惑2007年12月の仮排水路工事、2008年2月のダム本体工事の企業決定に関し完成談合の疑いを指摘。それまでの工事においても大部分が90%台であり、98%前後といった数字も 珍しくない。ただし、捜査当局への告発等は言っていない。2007年5月21日に行われた、西川辰道水ダム建設事業に係る公聴会においては、完成談合はなかったかとの質問に辰見ダム企業者は、ないと断言すると回答している。西川流域の地滑りダム湖になるおしげん地区は、有名な地滑り地帯である。 地滑りの規模を表すため土くれの量が200万立方メートル以上を超大規模と分類されているが、このダム湖のある押し、原の土くれの量は525万立方メートル。超大規模の2倍以上になり、超大規模な地滑り地と言える。この規模は、辰巳ダムの洪水調節容量が580万立方メートルで、これにほぼ匹敵する大規模なものである。 地滑りの原因としてダムによる地下水位の変化があるが、この地滑り地形が辰巳ダム湖の中央に接していて津波発生のリスクがある。地滑りは大雨の時に起こると考えられるが、ダムが満杯の時にもし大規模地滑りが起これば、ダムに溜まった水が一気にそのダムを乗り越えて下流に到達する。最悪な結果になることも考えられる。しかし、 この地滑りについては安全性が明らかになっておらず、検討が不十分なまま工事は開始された。地滑り対策は万全に行わなければ、死者2125人の大損害をもたらしたバイオントダム事故の二の前になりかねない。タツミダムはダム堤防にゲートがない穴空きダムであり、地滑りが発生した場合、ダムの水位をコントロールすることができない、危険性がある。実際に、 地滑りの発生した奈良県大滝ダムのように、住民全員が移転を余儀なくされることも考えられる。建設費の増大地滑りの発生した大滝ダムでは、当初の建設予算は230億円であったが、その後、地滑り対策費用は、辰巳ダム建設予算で収まらないと考えられる。辰巳ダムが、第二の大滝ダムになる可能性がある。ダムが完成したために、ダム維持費に加え、 今後延々と上流で、のり面や、斜面保護工事、地滑り対策工事が続けられることになるのは必須で、ある。環境破壊石川県は、辰巳ダムのような穴空きダムは、平常時は、水が溜まっておらず、環境に優しいと県民に説明している。しかし影響は、ゼロではない。まず、ダム下流域では、年間通じて水量が減少し、季節ごとの水流変化や、 一定期間ごとに繰り返される出水によって維持されてきた川本来の機能や生態、景観が著しい影響を受けると言われている。この規模の穴あきダム唯一の洗礼である、増田川ダムでは竹などが枯れ果てたという。また、上流域では穴あきダムが人為的に放水量を操作できないことにより、洪水時と平常時との間に水位の上下動が繰り返され、 その度ごとに動植物が水没による死滅を繰り返される。タツミダム建設予定地のサイガー渓谷は、絶滅危惧 A 類の C にランクされ世界現存数百、令和未満といわれる溝越やサシバ、ハチクマなどの希少猛禽類が生息しているが、そうした生物たちの餌場としての広範囲の生態系に影響が危惧されている。環境アセスメントは、事業の前に、 あらかじめ影響を予測し評価するものである。影響があることが予想されれば、あらかじめ対策を行うためのものである。石川県の言っているものは、調査に過ぎず、動植物の種類、個体数、場所のリストを作ったに過ぎない。石川県が依頼した、専門家は、気象種の影響は、警備とコメントした。ダム本体工事で、溝越いの生息にダメージを与えるのはほぼ間違いない。 ことが明確になりつつある。AB 西川農家川整備計画。石川県サイトより引用 ABCDEFG2007 年5月20.21日に行われた西川辰道水ダム建設事業に係る校長会より石川県による基本降水ピーク流量の決め方基準による基本降水ピーク流量の決め方。反対派。中登るフみ乗りのサイトハット AB 辰見用水と タツミダムハット AB タツミダム関連情報アーカイブハット AB1999 年10月13日石川県知事宛に提出された抗議文入札に関する資料より行政情報サービスセンターにて入試化事業者等反対派その他ありがとうございます